麻雀遊戯王日吉ブーストー。さあ本日も日吉達也プロにスタジオでの企画に挑戦していただきたいと思います。日吉プロよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ今回なんですけども、はい、ちょっと日吉プロにですねご相談がありまして、はいはいはい、相談は結構受ける方なんで、はい、何でも、はい、頼りになるということでですね、はい、その上でちょっとこの企画を立ち上げさせていただいたんですが、はい、ちょっと日吉ブーストというタイトルがどういうことかと言いますと、はい、ある動画にブーストをかけてほしい、もうちょっと一段階この動画の質を上げてほしいというか、はいはいはい、まあ、どういうことかと言いますと、やっぱ日吉プロは実況がやっぱ大人気で、うん、実況においてはね、たくさんの方がファンでいらっしゃるじゃないですか。あ、ありがとうございます。はい、でこちらサイドでですね、陽平さんというプロ雀士と芸人さんをやられてる方がいらっしゃるんですけども、はいはい、ちょっと陽平さんがいろんなものにチャレンジしている動画を撮ったんですね。いわゆる陽平チャレンジですね。そうです、陽平チャレンジの動画を撮ったんですけども、はいはいはい、全然間違ってないし陽平さんも一生懸命やってくれたんですけど、うん、なんか面白くないよって言って動画を見返した時に、はい、いつも笑う星野さんがずっと無表情だったんですよ。はいはい、でこれはちょっといけないなと思って、このままでこの動画出せないと思いまして一生懸命やってくれてるんですけど、はい、ちょっとこれに対してですよ、陽平さんの動画の熱を日吉プロに受け取っていただいて、うんうん、ちょっとこれを実況を入れて、はい、この動画をちょっと面白くしていただきたい。いくつか聞いていいですか。はい、まず、はい、陽平チャレンジ、陽平って言ってますけど、まずじゃあ一番最初に僕今そもそも、はいはい、僕陽平さん知らないんですよ。はい、あ、知ってますよ、はい、ツイッター等では見かけますけど、はいはいはい、実際お会いしたこともないですし、はい、お話ししたことはもちろんないので、はい、面白くするっていうのはやっぱり時々こういわゆるいじり要素みたいなのがどうしても必要になるんですけど、はいはい、そのあたりちゃんと受け入れていただけるのかな。大丈夫です、陽平さんは芸人さんなので、はい、むしろいじっていただいた方が陽平さんは輝きますので。後でなんか怒られたりしないですか。あ、大丈夫です、大丈夫です、はい、もう一点は、はい、その今回の陽平チャレンジ2020の、はい、なんかちょっとこうあんまり跳ねなかったみたいな話ありましたけど、はい、そもそも企画は面白いんですか。陽平さんにですね、はい、やっぱ芸人さんなので、いろんなリアクションをできるようなチャレンジをしてもらったんですね、はい、なんでリアクションをして、もうみんながその陽平さんのリアクションを見て、うん、笑える、単純に笑えるっていう動画をこっちは考えたんですよ、うんうんうん、じゃあそこも落ち度なし、はい、なんでなのかな、なるほどね、っていう芸人さんなんですよね。芸人さんです、うん、はい、芸人さんのチャレンジ内容に僕がブーストをかけるってことですね。いや、はい、これ相当あれですね、恐れ多いですけど、うん、イーピン君の依頼とあれば、はい、私も今日はこの喉を潰すぐらいの勢いでなんとか、はい、ありがとうございます、頑張りたいと思います。いや、もうそう言っていただけると本当にありがたいですし、はい、これで陽平さんもねきっと報われると思いますので、魅力ではございますが、はい、精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。言いにくいですけど動画3本あるんです。3、はい、はい、3本、まあ、3本連続でちょっとやっていただけたら。連続、はい、はい、まあ、ポンポンとテンポよく、すみません、ちょっとよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、まず1本目なんですけども、陽平さんが激辛ラーメンを食べてる動画なんで、はい、ええ、このちょっと激辛ラーメンを食べて頑張ってる陽平さんを実況していただきたいと思います。もういきなり当てるんですよね、今からね。はい、用意スタートと同時に食べ始めますんで。わかりました、よろしくお願いします。了解です、よろしくお願いします、頑張ります、はい、ありがとうございます、はい、それではまずいきましょう、陽平さんの陽平チャレンジ、まずはこちらです、どうぞ。さあ始まりました、陽平チャレンジ2020、まずは激辛カレーラーメン編、混ぜる、食う、食う、うん、うん、いいよ。辛い、辛い、うん、辛いな。なんか、鼻これ。うん。あ、赤い。うん。熱い。うん、蓋は飛ばす。あれ？なんだろうな。ヤマトがすごいく見えてきたな。なんでだ？なんか乗ってこない、こっちが。ちょっと待てよ、これちょっと EP 君ちょっとお前、はいはい、僕これ初めて危険があるかもしれないこれ。え、うん、陽平さん、いやいや、いいんだよ、うん、あれ俺実況者失格かもしれない俺実況できねえやイーピン君、俺実況できねえや、はいはいはい、ちょっと一回止めます、一回止めます、はい、これ難しいね、そうなりますよね、うん、いや、これ日吉
スタが悪いんじゃないですよ、いやみんなこうなったんです、いや多分なんかできるはずなんだよね、はいはい、これ動画が悪いのかもしれないですね、今ヨヘさんの激辛ラーメンだったじゃないですか、で辛い辛いって言いながら食べてくれてたんですけど、これだとあんまり画面にもその辛さも伝わってない感じがしますし、うんうん、別のものだったら、うん、ヒヨシさんもそれ言えるかもしれない、やっぱりこう、はい、あの本当に僕はまだまだ本当にその実況者としても本当にまだ末端の人間なんですけど、僕なりにやっぱりこう麻雀の実況やってる時は意識することは、今興奮状態にあっておかしくないよこの選手はっていうのを伝えたいわけですよね、そうですよね、うん、その相手の選手の熱とかやってる頑張りを受け止めるじゃないですか、うん、で例えばヤマトのやつだったら目が回ってきたとか暑い中でとか水に落ちて大事な洋服がとかっていう、なんかこう感情移入できるんですよ僕、はいはい、その実況してる時ってプレイヤーにもできるしヤマトにもできるんですけど、はい、今全然できないんですよ多分そこなんですよ、なんでなんでしょうね、何を目的にやってるかが分かんないですよ、そうなんです、はい、そうなんですよね、それもあって、うん、ただひたすらラーメンを食べてる陽平さんを、うん、みんなが無の心で見るっていうことに なっちゃってたんですよ、目的がこう分かりづらい、バックボーンが分かりづらいんで、うん、見てくださいよ何を目的にこの人はラーメン食ってんのかっていうのが確かにそうですよね、分かんないですよ ね、はい、そうですね、はい、顔の表情的には、うん、落語の一シーンみたいな感じはそうです、ね、あるんですけどね、うん、はい、あのラーメンがなくても大丈夫ぐらいな感じですよね、そばすすってるっていうのは分かるぐらいな、見えるんですけど、はい、ちょっとこれ一回この動画やめます、うん、このちょっと、もう一個あるんですよ、もう一個見てみましょう、はい、陽平さんがガリガリ君3本をがむしゃらに食べる、うん、イーピン君、はい、背景がそのどこに僕は感情移入して例えばこれは記録があると、すでに、はいはい、ガリガリ君3本食った記録が何秒って記録があって、それに向かって頑張ってるとかって言ったら、あ残り3秒超えちゃった残念とか、1本も食べれなかったとかってなるんですよ、はいはい、これは陽平さんは3本を、はい、視聴者の皆さんに笑ってもらうために3本を食べきることにチャレンジしてます、一旦見ましょう、はい、一旦聞こえにくい、一旦見もしかするとさっきよりも全然熱意があると思うので、はい、これちょっとぜひ見ていただきたいと思います、では、はい、ガリガリ君チャレンジです、はい、お願いします、チャレンジ、スタート。さあ始まりました、ガリガリ君ソーダ3本早い食いチャレンジ、俺はこのガリガリ君を早く食うことによって視聴者の方に楽しみを、そして面白さを伝えていきたい、さあさあ食べ進める中で奥歯が痛い、奥歯が痛くなってくる、そのうち頭も痛くなってくるはずだ、ソーダ食らいつけ、食らいつくんだ、まだまだ時間は20秒しか経っていない、そんなことじゃまだ誰も笑っていないぞ、口が痛いのはよくわかる、よくわかるが食べ進める、それが男たるもの、ガリガリ君のこのキャラクターが笑っているぞ、そんなキャラクターに笑われてどうが、イーピン君、はいはい、無理だ、はい、ダメダメダメ、ちょっと俺今35秒よく頑張ったなと思いました、これ無理だ、確かにどこまで行っても俺が食ってる感じになってこねなんかわかんないですね、なんでだろう、確かに今までで初めて日吉さんの抑揚のない実況が初めて来てた、はい、顔を見ると頑張ってはいるんです、いや頑張ってはいるよね、なんだろう、やっぱ背景っていうのは、背景作りましょうか、そうなんですよ、背景もうじゃあこれ、はい、これもしかないかもしれないので、うん、一回作りましょう、うん、はい、でこのガリガリ君もやめます、やめましょう、やめます、やめます、うん、不吉です、うん、もう二度と、うん、二度と流す、うん、背景作ろう、はい、じゃあちょっとまず、はい、冒頭1秒だけ流して、はい、そっからみんなで背景作りましょう、あなるほど、はい、それがいいですね、はい、そうですね、でもう一本最後に陽平さんが熱々おでんを食べる、熱々おでんね、熱々おでんに挑戦している動画があるので、はい、オッケーです、オッケーです、これ最初にちょっとだけ見ましょう、1秒、1秒、2秒なり見ましょう、見ましょうか、見ましょうか、はい、はい、でちょっとこれだけ最初に見ますね、はい、オッケースタート、はい、スタート今からすると、はい、この陽平という男は、はい、子供の頃苦労したわけですよ、うん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 、なかなかね、はい、食べ物にも大変だったわけだよね、そうですね、ちょっと、うん、まあ、他の家と比べると、うん、ちょっと裕福とは言えない家庭で、そうそうそう、大変食べ物に関して、はい、苦労があったわけ、うんうん、だから今もうこのおでんを前にして目瞳孔開いてるよね、そうですね、うん、もう熱いとか関係なくもう欲しそうだね、欲している感じがありますね、欲してるよね、はい、うん、で、なんですけど、うん、でも猫舌っていう設定入れておきましょう、猫舌なのね、そうなのに、うん、猫舌なのに熱々いかなきゃいけないみたいな、うん、はいはい、おでんを食べるのは何回目なのかな、
あ、これは確かにそれが重要になってきますよね、うん、何が何回目で何が好きかちょっと一応ください。じゃあおでんはあのもう、はい、イーピン君今から陽平さんでいいですよ、はい、ありがとうございます、はい、陽平さんになりました、はいはい、いやでもやっぱ卵が一番好き、卵がやっぱ一番好きね、卵が一番好き、うん、どういうところから。卵は、まあ、味が好きなのもあるし感触が好きなのもあるし、うん、やっぱおでんを食べた時がその貧乏な家で育ってて、でも家族で唯一外の屋台で食べたのがおでんなんですよ、うん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 、だからもうおでんにはすごい思い入れがあって、うん、だからこそこの熱々おでんチャレンジも嫌だと言ってるんですけども、すごく食べたいと思ってる、うんうんうん、その中でもとりわけ卵が大好きだけど猫舌だから、うん、すぐ食べたいのに食べることができないというジレンマの中、うん、熱々のおでんに挑戦している、うん、なるほどなるほど。そしてこの熱々おでんチャレンジ全部食べきることができたら、うん、多額の、報酬が手に入り、はい、その報酬によってお母さんの病気を治すことができる。あ、もうだんだん、はい、脚本ができてきましたね、はいはいはい、これだけバックボーンを入れたら実況をこれできるんじゃないですか、ね、うん、だんだん見えてきましたね、はい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 、だから、あの日初めて食べたおでん、今それを食べることによって今度は母の病気を治したいみたいな、はい、そういうイメージだね。そういうことです、はい、そうなってくるとこうだって気持ちは入ってくるよね。ここまで来たら、うん、もう陽平さんのバックボーン全部、ね、それが、ね、あると。あのちなみに陽平さんは、はい、ご家族は、はい、現状、例えば奥さんいるとか子供いるとか。あ、ですね、もうちょっともうここで作りますけれども、はい、家族はですね、というか彼女もいないです。一人と、はいはい、で、お父さんも病気で亡くなられてまして。なるほど、はいはい、でお母さんと、まあ、お二人で暮らしてるんですけども、はい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 、お母さんがちょっと今病気になられてる状況、はい、今おいくつ。今ですね、35歳だいたいいけるんじゃないですかね。いや、来ましたね、はいはい、ここまで来たらもう完璧ですね、うん、はい、これでできなかったら俺も実況者失格ですねしまった、計らずも、うん、日吉プロの実況人生がかかってしまった、うん、やったるで。じゃあこう改めて最初からいきますね、はい、いきましょう。よろしくお願いします。はい、任せてください。おでん実況です、どうぞ。熱々おでんチャレンジスタート。さあ始まりました、熱々 おでんチャレンジ。しかしチャレンジとは言っても、この男本当は子供の頃大変な時期があったんですこのおでんを食べたくて食べたくてしょうがなかった。片目に見ながら家に帰った。うちには病気の母と病気の父がいた。そしてその父はもういない。父が食べたかったあのちくわ、今なら俺が一口で丸飲みにしてやる。そう、今ちくわを丸飲みに、親父が食べたかったあのちくわを今俺食っているぜと。さあこのおでんチャレンジ、時間内に終わることができれば多額の報酬を受け取ることができる。そう、その報酬は今まさに病魔に伏している母のため、母のために使いたい。今さあ熱々のこれはなんだ、こんにゃく、このこんにゃくが一番の大変なポイント。わかります、ただ刻々と時間は過ぎていく、刻々と時間が過ぎていく中で、このそうこんにゃくを食べきらなければ話にならない。さあ残すところあと2つ、やはり卵は最後になった。まずはこの肉き大根丸飲みにしてやる。肉き大根、俺はこの大根を食べたかったんだ子供の頃。そう、あれは30年前5歳の時だった。今は35歳になってこのおでんも自由に食べれるようになって、さあ最後は残ったのはこの卵。屋台で初めて食べたあのおでん、家族の味がした。吐き出すんじゃない、それを食わずしてどうする。お前は何のために食べているんだ。母が待っている、今母が待っている。そう、母のことを思いながらその卵を一口に、そうあとは時間との勝負だ。口に入った卵を全て飲み込めばあなたには多額の賞金が入る。昆布が残ってるじゃないか何を考えているんだ。その子は2分超えてしまった。今2分を超えたということは今回賞金はゲットならずということで、お母さんの病気はすぐには治すことはできなかった。陽平さん大変だけど、これからも芸人として頑張って稼いで、お母さんの病気を治せるように私も心に願っております。今回のおでんチャレンジ失敗ということです。ありがとうございました。いやー、いける、いけましたね。いける、いけましたね。無理やでしょ
いやこれだけバックボーンを作ったら泣きそうになりました途中で。俺まさか麻雀遊戯王の収録に来てちょっと自信なくすと思ったね。何を言ってるんですか。すごい良かったですよ。すごい良かったですけど、これが実況かどうかって言われたらもう創作の物語でしたけども、はい、ただ本読んでるだけだから。いや素晴らしかったです。いや別に大して自信もなかったですけど、まあちょっとあの自信はちょっと失われました。これは僕の力がないのか、はい、イーピン君の脚本力がないのか、はい、陽平さんが悪いのかってことです。そうですね、ここは陰口みたいな形になっちゃいますけども、はい、陽平さんということにしてね締めさせていただきたいと思います。すっきりしました。あ、よかった。次陽平さんに会ったら僕即いつも陽平ですその説は失礼しましたって速攻謝りますからね。もう僕その時はね、あのイーピン君も一緒に行ってね、悪くないね、日吉プロは悪くないんですよ話をしますから、はい、いや、はい、でも日吉プロのおかげで陽平さんにもいろんな可能性が見えましたし、はい、意外と創作で実況するの面白いですね。はい、奇跡的にこんな形に、ね、なりましたけど、はい、面白かったので、また何か機会あれば、そうですね、はい、5年に1回ぐらい呼んでください。この企画はオリンピック大和チャレンジは毎年来ますけど、はいはい、この陽平チャレンジは5年に1回ぐらい来ます。わかりました。なんか手を返しなおかえやりたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、よしぽりくんありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、本日の動画が面白かった、もしくは陽平さんにそんな過去があったんだと思った方はね、ぜひチャンネル登録、そして高評価をお願いいたします。ということで今日はここまで。またねー。